すでに価値は見えておる。 願いった。時を逃すな。徳川の砦を潰し信長を撃退するぞ。真田の三男殿、背後をお頼み申すぞ。この状況では寝返りに飛びつくしか。 故に相撲が盗み、真田正幸、ここで止める。 徳川慶喜か。狙いは佐久間隊ではなく私か。私一人を足止めしたところで武田の本体はすでに。まさか。撃て、たやせ、生きて返すな。 自慢にならぬ。信長様、手はず通りにございます。 一刻も早く勝頼様のもとへ向かわねば。ごめんなさい、奪うのがお仕事なんです。すいません、今度こそ。今度こそ挽回させてもらいます。佐久間砦を厳重に固めているが時はかけられ、南砦を突破する。 信長、全て信綱が食らってくれる。
死の中に閉じ込められた。それで勝頼様がおられる限り開門。もはやこれは戦ではない、一刻も早い幕引き。受けたまわった、戦詰めにお任せあれ。開門。ここで本田忠勝か、策はなくとも止めねばならぬ。敗北条件変更。謎に遅れを取るな。赤備えの恐ろしさ刻みつけてくれる。マサユキ、達者でな。突き当たり突撃。勝頼様、兄上。マサユキ、私は なぜ向かってくる。死ぬのは分かっているのに、なぜ。勝頼様、今です。お引きくだされ。すまぬ、みんなすまぬ。さて、正幸、兄と共に七に入る覚悟はあるか。敵陣を少しでも脅かし、勝頼様を無事に退却させてみせます。追撃です。逃がしてはなりません。地味の鬼めを殺せるか。貴様が死んでいく。こんなのとまともに戦っていられるか。さて、つむか。花山殿が。これでは背後を抑えきれぬ。働きなど自慢にならぬ。このままではまずいか。
自慢にならぬ。その身を投げ出し、お家を守った。少しでも脅威を除き、勝頼様を逃がすため。しかし、それさえも信長の狙い通りだ。そうであっても犬死にではない。我らは生きて、その証を立てるのだ、正幸。武田の意地か。頃合いです、兄が。撤退を。すまん、マサキ。兄はここで捨て石となる。勝頼様を、真田を頼む。そんな。兄上。なあ、まさかげ、まさつぐ、信綱も。勝頼様、もはや一刻の猶予もありません。直ちにお引き上げを。そんな、私は何を。勝頼様。わかった。すまない、まさゆき。信綱、マサテルを、お前の兄たちを。今は勝頼様が落ち延びることが何より肝要。この正幸が必ずお守りいたします。